同僚になって初の、はい、同僚なんです。理解が大事だよっていうことを教えてくれたとか、伝える表現っていうのはいっぱいあったんで、うん、その人の思考回路みたいなものを教えてくれた本なんですね。学校の先生とかが昔使ってたっていう、あ、そうですね、盲信的になって生徒にやらしたりするんですよ、うん、はい、ありました。では始まりました、もちゅうチャンネルです。今回はですね、はい、久しぶりに、ね、はい、高田先生においでいただきました、はい、武田塾チャンネルから来ました高田と申します、はい、よろしくお願いします。まあ、ちょっとこのご時世なんでマスクしてますけども、はい、この間ね、あったのも汗びっしょりの時でしたもんね。あ、だから1年前とか半年前とかですかね、はい、結構前になりますけども、そうです、ね、ぜひですね、概要欄に貼っておきますので、はい、まさかね、あの後から森哲さんが武田塾に加入するとは思わない。そうですね、僕もびっくりしましたけど。そうなんですよ、そんな同僚になって初の、はい、同僚なんですね不思議な感覚、不思議な感覚ですが、はい、じゃあ今日はですね、はい、高田先生にですね、今まで勉強してきた中で、うん、良かった英語の参考書をちょっとね、はい、聞きたいかなと思います。あ、わかりました。ちょっと3冊用意してきたんで、成績上がったと思う参考書を、ね、3つ言いたいと思います。ベスト3からベスト3話させてもらいます。第3位は、英作文ハイパートレーニング和文英訳編、お、大谷先生の本ですね。はいはいはい、なんか英作文の参考書ってこれ森哲さんも分かってもらえるかなと思うんですけど、はい、結構もっと受験生って英作文できてないぞって思いません？なんか難しく書きすぎじゃないですか。で僕も全然英作文ダメだったんで、はい、京都大学目指してた時、あの和訳と英作なんですね、はい、で和訳はそこそこ自信があったんですよ、うん、でも英作が本当全然ダメで、うんうん、いろんな参考書やりましたけど、なんかどれも難しすぎるんですよね。和訳はいくらできても英作文のこの参考書とレベルが合わないと。なるほど。結果たどり着いたのが英作文ハイパートレーニングの和文英訳編で、英作文の参考書の中で当時売られてた中だとかなり簡単な部類なんですよね。なるほど。それが本当自分のレベルにあってよかったなと思ってます、うん、黄緑色とピンクで2つあるやつですね。はい、はい、ピンクが自由英作文編ですね、はい、その優しいっていうのと、はい、他に何かいいポイントありました？あ、そうですね、やっぱ言い換えが大事だよっていうことを教えてくれたりとか、ほう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 、使える表現っていうのがいっぱい載ってたんで、うんうん、その中でジャムパックド、すし詰め状態っていう表現があったんですね、はい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 、で僕当時はいや、こんなの絶対出ないじゃんみたいなこの参考書何言ってんだみたいな、ちょっと疑心暗鬼やったわけですよ。でも京大の入試で満員電車っていうのが2014年僕が受けた時に出たんですよ。ほうほうほう。を使えると思って、うん、ジャムパックドトレインとかなんか書いた気がするんですけど、はいはいはい、なんかその時に、あ、英作文ハイパートレーニング和文訳編やっといてよかったなってその時本当思ったんで、そういう意味でもたまたま僕が出ただけっていうのもあるんですけど、好きな本ですね。なるほど、うん、大谷先生の、ね、はい、なんで英作文苦手な人は本当このレベルから始めた方がいいと思います、うんうんうん、大谷先生いっぱい英作文の本書いてますね。そうですね、はい、大谷先生の考え方好きですね、はい、僕も持ってますこの本は、はい、ですか、はい、じゃあ、はい、第2位、第2位は、システム英単語ですね。おー、システム英単語、はい、ちょっとこうベタな回答になってしまったようなんですけど、はいはいはい、高1高2の時こうたくさんこう勉強したんですけど、うん、やっぱなかなか英語の成績って上がらなくて、はい、いっぱいね、投資でたくさん授業を受けたりとか、はいはい、文法の本いっぱいやったりとか、うん、長文読んでみたりとか、ちょっといろいろ勉強したんですけどやっぱ伸びなくて、はい、やっぱ結果伸びたのってもう単語を繰り返し繰り返しやったことで、あの例えばセンターの点数とかもすごい上がったんで、やっぱシステム英単語が基本中の基本だったなっていうふうに思いますね。で単語帳っていろいろあるじゃないですか、はい、ありますね、で僕やっぱ品質の順に載ってる単語帳がすごくいいなと思ってて、うん、ほうほうほう、システム英単語だと1番から1200番ぐらいまで その1章2章覚えたら、まあ、センターとか共通テスト十分戦えるよってレベルになってたりするんですよ。そういうふうにランクごとに分かれてるのがすごく使いやすいなっていうふうに思うポイントでしたね、うん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 、あとフレーズとかっていうのもやっぱり特徴ですね。ミニマルフレーズもかなりやりやすいなと思いました、はい、どうですか、どんな感じで単語帳はやってたんですか？まず、一旦ミニマルフレーズは無視して、はい、スペルも一旦無視してなるほど、訳だけまず一旦長文がゴールだったんで、うんうん、覚えようということでひたすらテストして勉強してました、うんうん、で印とかやっぱりつけましたね、はい、なんでも一気にたくさん覚えるんじゃなくて、こう武田塾の覚え方でもあるんですけど、はい、こう10個ずつ小分けにして覚えるってやり方があるんで、その10個ずつ、繰り返し繰り返しテストして10個全部言えたら次の10個みたいな感じでやってきました。どれぐらい時間かかりました？あ、結構かかりましたね、僕恥ずかしいのがやっぱり結構サボってたんですよ高1高2の頃。
だから高1の1年間かけて終わってなかったりとかしたんで、はい、ただ本気出せば1ヶ月ぐらいで終わると思います、うん、なるほど、はい、そこで何週も何週もやった、ね、何週もしましたね、多分100週ぐらいしたんじゃないですか、最終的に単語帳割れましたもん、スパーンって割れました、1000番ぐらいのところで、でまあ、その一冊で行ったんですか結局。でももう一冊買いましたね、新しい。ピンガメタリカとか、はいはい、速読英単語上級編とかも買ったんですけど、はい、ちょっと恥ずかしい話、挫折してしまって、はい、なるほど、はい、ちょっと直前期不安なんで単語ちょうど買いたくなるじゃないですか、うん、でもちょっと最後まで終わりきらなくて、うんうん、試験本番突入しちゃいましたね。なるほど、はい、じゃあ基本はシスタンで行ったと。そうです、はい、まあまあまあ分かりますね、僕もそんなになんか単語帳いっぱいやれとかいう人じゃないので、うんうんうん、まあ、結構いるじゃないですか、これシスタンじゃダメですか、シスタンじゃ足りないんですか、うんうん、っていうのがもう本当に予備校の浪人生たちの流行語なんで、ああなるほど、はいはいはい、もうしょっちゅうその質問に答えなきゃいけないので、うんうんうん、別にいやシスタンでいいよって言うんですけど、思うのはなんかシスタン一旦覚えてからなんか過去問解いて足りなきゃ覚えたらいいじゃんっていうふうに思うんですよね。そうですね、鉄壁をガンガンね動画で撮ってる自分が言うのもはいはいはい、なってましたね鉄壁もねいい本やと思いますけど、はい、じゃあついに第1位ですね、はい、はい、ポレポレですね、おお、はい、西さん、もう小森哲さんも大好きな、はい、なんかポレポレ好きですよね、ポレポレ好きですよね、なんか前言ってますよね、ポレポレ好きですよね、本ですね、はい、ポレポレっていう本、はい、もちろんです、もちろんです、はい、もちろんです、はい、いやいや、はい、いやいや、な変な空気したいポレポレ好きですよねって、はい、ポレポレってやっぱり僕の英語の読み方というか、英語ができる人の思考回路みたいなものを教えてくれた本なんですよね。なるほどなるほど、例えばまずここに注目したら、じゃあ次副詞説が来るぞみたいな、はあ、でここまで続くぞ、じゃあ次こうだとかこうだとかっていう風に、うんうんうん、なんかできる人の英文の読み方、頭の動かし方みたいなものが、うんうん、西先生全部書いてくれてて、ね、あできる人ってこうやって読むんだみたいな、そこで学んで文章の読み方が激変しましたね僕の中で。なるほど、はい、構造ってこうやって取るんだ、文章でこうやって解釈していくんだみたいな、うんうん、結構西先生って準備するんですよ。ほうほう、なんかあるキーワードが来たら次こういう構文になるっていう風に、うん、なるほど、結構あできる人ってこうやって準備して読むんだとか、うんうん、なんかそうなんですよね、そこはすごい良かったなと思いました。どうやってやってきました、この例えばここに SVC とか書き込む人もいれば、はい、文をコピーしたりとか自分で書き写してやってみるって人もいろいろいるんですけど、コピーして使いましたね、で、はい、自分でノートに訳を書いて、うんうんうん、で構文振って、で違ってるとこあったら訂正して、もう一回自力で当たるまでやり直してってことで、コピーしたものにこう S とか V とか括弧とかつけてって訳を書いていくって形だったんですね。おー、なるほど。どれぐらいのペースでやりました？1日6つずつで1週間で24だったんで、とりあえず 2週間で1週終わらせました。あ、なるほど。でも、うん、それを2回、3回、でも最終的には多分10回ぐらいやったのかな。おお、じゃあやっぱりポレポレが一番伸びたと。そうですね、はい、あの英語の考え方を変えた本ですね、うん、やっぱ過去問やるときとかにも役立った、うん、行きましたね、はい、なるほど。じゃあシスタンとポレポレで読解の方、そして作文の方は大谷先生のやつでできるようになったって感じですね、はい、じゃあ気をつけなければならない英語参考書は何がありますか？何個かあるんですけど、お、はいはいはい、まず投資図、おー、はいはいはい、これはちょっとやっぱ挫折したんですよね。なるほど、多いですね挫折する人。ちょっと友達が投資図使ってる、ちょっと僕もやりたいなと、はい、ちょっとやっぱ辛かったですね。あと、あ、これ思い出しました、ありましたよ、出版社も言っちゃいます、お、大文社、お、英文問題成功出ましたね。これはなんか大正時代の文章とか載ってたりとかするんですよなるほど、やっぱり今の時代に合わない、はい、でもなんか学校の先生とかが昔使ってたっていう理由で、あ、そうですね、盲信的になって生徒にやらしたりとかするんですよ、うん、はい、ありますあります、英文問題成功とか、あと基礎英文問題成功はあんま好きじゃないんですよね、なんか歴史があるのが全てみたいな、うん、そういう考え方は良くないんじゃないかと。本当に今いいものっていうのはどん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 出ていってるんで、それちゃんと見て適切な参考書っていうのを使ってほしいなっていうふうに思いますね。やっぱレベルがすごい高すぎるっていうのも基本的にはよろしくないと、うん、あ、まあ、レベルというか古すぎませんかっていう、あ、なるほどなるほど、はい、
古さ、はい、古い本はちょっとあんま好きじゃないなと思います。他にあります？あ、いいですか？もういいですよ。もう速読英単語を、ほうほう、英語の成績低いのに速読英単語を使ってる子は伸びないなって思っちゃいます。なるほど。だってまだそもそも文章読むレベルじゃなかったりするじゃないですか、うん、なのにやっぱその長文の中で単語を覚えようと、やっぱその子にとってハードルが高すぎたりすると思うんですよね、うん、間違った使い方をしちゃうっていう子が多いという意味で速読英単語。なるほど、気をつけなければいけない英語参考書です ね。なるほど、勝田先生が、ね、うん、受験するときにうまくいった参考書ベスト3とちょっと気をつけておこうっていう参考書、はい、ベスト3、決してワースト3ではありません、ね、気をつけておきましょうっていう参考書3つを紹介しました、はい、こちらですね、まあ、これからいろいろ一緒にいろいろね動画出ていくかもしれませんので、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで今回は高田先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。